ファッションデザインとは、デザインや美学、自然の美しさを衣服やアクセサリーに適用する芸術。それは、文化的及び社会的態度の影響を受け、時間と場所によって変化してきた。ファッションデザイナーは、衣類や、ブレスレットや、ネックレスなどのアクセサリーをデザインする上で、多くの方法を用いて活躍する。衣服を市場に持ち込む時期を睨み、 デザイナーは消費者の思考の変化を時々予測し、決定する必要もある。ファッションデザイナーは、デザインを所有する、社内デザイナーとして一つのファッションハウスで、フルタイムで働くか、単独でまたはチームの一員として従事する。フリーランスのデザイナーは、自分で仕事をし、デザインをファッションハウス、直接店舗、または衣料品メーカーに卸売する。衣服には、 買い手のラベルがつくが一部のファッションデザイナーは独自のラベルを設定し、その下でデザインを販売。また一部のファッションデザイナーは自営業で個々のクライアント向けにデザインしているほか、他の高級ファッションデザイナーは専門店や高級ファッションデパートに対応しており、これらのデザイナーはオリジナルの衣服と確立されたファッショントレンドに従う衣服をデザインしていく。 しかし、ほとんどのファッションデザイナーは、アパレルメーカーで働いており、大衆市場向けに、男性用、女性用、子供用のファッションのデザインに従事している。アバクロンビーフィッチ、ジャスティス、ジューシーなど、ブランドとして名前を持つ大規模なデザイナーブランドは、デザインディレクターの指揮のもと、個々のデザイナーのチームによってデザインされることがある。 1910年、パリのバンドーム広場にあるチャロートサロンファッションショーアット、A ファッションデザイニングカレッジ、USAA、2015英国のイベントでのモデル、左から右へ引くショーツ、ズボン、ミニスカートを着用レッドカーペットファッション、イタリアの俳優、ガブリエルガルコとローラトリシ、2009年ベネツア国際映画祭で、デザイナーフォーマルな服を着有名なイタリアのファッションブランドには、 グッチ、アルマーニ、プラダ、ドルチャガッパーナ、バレンチノ、ボッテガベネタ、ロベルトカバッリ、コスチュームナショナル、ブルネロクシネリ、ディーゼル、エトロ、フェー、フェンディー、サルバトーレフェラガモ、フィオルッチ、ジェニー、アイスバーグ、キトン、ラペルラが含まれます。ドロ,ロピアーナ、マルニ、ミッソーニ、モンクレール、モスキーノ、リッチモンド、エルマンのセルビーノ、トット、トラサルディ、 ベルサーチなど、ありがとうございます。